します。こんにちは、はい、山下良樹君。日本共産党の山下良樹です。3月1日米国のローレンス・バークリー国立研究所などのチームが2035年日本リポート電力脱炭素化に向けた戦略を発表しました。資料に著者の一人である同研究所の白石健二氏による同レポートの説明資料を配布しております。このレポートでは日本において2035年の時点で再生可能エネルギーを電源構成の 70% まで導入することが可能であるとしています。で、日本における再生可能エネルギー導入の大きな可能性を科学的に明らかにしたものだと注目いたしました。西村環境大臣、このレポートについてご存知でしょうか。西村国務大臣。今ご指摘ございました米国エネルギー省のローレンス・バークレー国立研究所が2035年に向けた日本の電力システムの脱炭素化に関するレポート、これを発表したことは承知しております。つい先日発表されたレポートを短期間で読み込まれてご質問いただいている山下議員の精力的な活動に敬意を表したいと思います。このレポートではですね、再エネなどのクリーンエネルギーを2035年までに発電電力量の 90% まで引き上げた場合に電力コスト、安定供給の確保、温室効果ガスの排出削減の観点から便益があるとの内容が記載されておりまして、今後の再エネ導入拡大に向けて参考になるものと受け止めております。2050年のカーボンニュートラルの実現にはあらゆる施策を総動員することが必要でございまして、このレポートも含め引き続きさまざまな知見を参考にしながら再エネ導入拡大の取り組みを進めてまいります。山下議員。はい、精力的にというご評価いただきましたが、ぜひ大臣に再エネ導入のために精力的に頑張っていただきたいと思っております。再生可能エネルギーについてはしばしば安定供給に不安がある、あるいはコストが高い、日本には適地が少ないなどと言われてきましたが、このローレンス・バークリー国立研究所などのチームの最新のレポートは日本でも再エネの大量導入が十分可能であることを示しております。私はこの科学が明らかにした可能性をどう現実のものにするか、そこに政治の役割があり行政の役割があると考えております。その立場からまずこのレポートがどういう分析方法を用いて日本でも2035年に電源構成で 70% の再エネ導入が可能であるという結論に至ったのか見てみたいと思います。このレポートの分析方法の第一の特徴は1日24時間の電力の安定供給を行うために必要な1時間ごとの電源構成、原発あるいは再エネあるいは LNG などの電源構成を1時間ごとに検討し、その上で季節による変動を加味することによって1年を通じて電力の安定供給が可能となることを前提にした分析となっていることであります。つまり電力の安定供給を前提にしても2035年に再生可能エネルギーで7割を賄うことができるということを示したレポートになっております。資料5ページの下の図をご覧いただきたいんですけれども、これはですね、1日24時間の電源構成の変動を表したものです。月別に若干の違いがありますけれども、太陽光発電の量が多い昼間に発電量が多くなっております。上側にグラフが盛り上がっていることからそれが分かります。この余剰電力をですね、図の下側への盛り上がり、つまり蓄電池や揚水式水力発電を用いて蓄電すると、その蓄電した電力を夜間に使うということになっております。LNG 火力が電源構成の 10% を占めることに、2035年の時点でもなっており、その LNG で需給の調整を図るというモデルであります。で、資料6ページの図はですね、こうした手法で夏と冬のピーク時、電力需要のピーク時でも電力の安定性が確保できることを示しております。西村大臣、再エネを大量導入しても電力の安定供給は十分可能であるというこのレポート、大変大事な定義だと思いますが、いかがですか。西村国務大臣。このレポートは2035年の電源構成として再エネ 70% を前提に
電力の安定供給を確保できるものとしているわけでございます。再エネの導入拡大に向けて、参考になるものと評価できると思います。我が国では再エネを最大限導入していく方針でありまして、一方で再エネ事業の実施にあたりましては、地域の合意形成が必要でございます。特に風力発電に関しましては、長い工期が必要であります。こういった留意すべき点も考慮していかなければならないと思います。環境省としては、電力の安定供給を図りつつ、再エネの導入拡大を進めるために、今、再エネ設備や蓄電池の導入を支援しているところです。また環境アセスメント制度や地球温暖化対策推進法、これに基づく促進区域の仕組みなどを適切に運用して、地域における合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する再エネ事業を推進してまいります。山下委員。我が国でも最大限再エネを導入するというふうにおっしゃられましたが、2030年における再エネ導入の目標を見ると、スペインは 74%、 ドイツ 65%、 EU 全体で57%、アメリカのカリフォルニア州 60%、 ニューヨーク州 70% となっておりますけれども、日本はご存知の通り36ないし 38% ということで、その最大導入すると言いながら非常に少ない目標になっているわけですね。これが現実なんです。ここを変えようということがこのレポートからですね、提起されているというふうに受け止めていただきたい。このレポートの第二の特徴はですね、費用最小化という手法を用いていることであります。すなわち費用が最小になる電源構成にするということであります。中期的に見ますと、再生可能エネルギーの導入コストは下がっていく、また化石燃料の燃料費を下回ることになり、コストとして一番安くなると。資料7ページにですね、再生可能エネルギーの大量普及が世界で進み、そのコストが安くなっていることが、まあ、簡単なグラフですけども示されています。その結果、資料8ページ上にですね、いろいろなシナリオを分析しておりますけども、左端のベースのシナリオではですね、電源構成の7割を再生可能エネルギーが占めることになっていると。でシナリオによっては最大再エネが 76% 導入することも可能であるということが示されております。それから資料8ページの下はですね、再エネの導入にかかった固定費よりも、この真ん中の、化石燃料の輸入がですね、輸入費が減っていきますから、そちらの方が大きいんですね。したがって再エネ導入のコストよりも化石燃料の費用の方が下がり方が大きいわけですから、十分これは採算取れると、いうことになっております。9ページの上の方を見ていただきますと、再生可能エネルギーの導入で化石燃料の輸入が 85% 削減できるということになっています。現在日本のエネルギー自給率は 10% ほどしかありませんので、エネルギー安全保障は今大きな問題になっておりますけれども、これを大幅に強化することができるということにもなります。西村大臣、再生可能エネルギーの大量導入が経済性の面でもエネルギー安全保障の面でも大きな効果をもたらすということは、これはもう明らかではないかと思いますが、大臣の認識伺いたいと思います。西村大臣。このレポートにおきましては、最新のデータ、また将来の不確実性などを考慮してモデルを作成しているということで、再エネ大量導入に向けての参考になるものと考えております。一方で再エネのコストにつきましては、米国の将来見通しをベースとして分析しているものでございまして、我が国において太陽光の導入拡大に伴い平地における適地が減少しつつあること、そしてまた海底地形が急に深くなっているもので、洋上風力の拡大に技術的な課題がある、こういったさまざまな特有の事情があることも考慮する必要があるというふうに考えております。我が国では低コストで再エネ導入に向けて、例えば経済産業省のグリーンイノベーション基金等を活用した技術開発の加速化や、立地地域における人材育成等、こういったものを通じてコスト低減に取り組んでおります。また環境省におきましては、再エネ設備と蓄電池の導入、
を支援することで、コストの低減を促進しているところでございます。山下委員。なんでアメリカのね、コストを参照にしているかというと、これも説明されているんですけど、このレポートに、国際的にですね、再エネの普及がどんどん広がっているので、国際的なコストが低減するということで、これは日本ではなくて米国の、数字をね、用いているということが説明されております。だから日本の特殊事情もあるでしょうけど、国際的に見て再エネ導入のコストは大きく下がっていくということは間違いないと思うんですね。それでこれ後でも出てくるんですけども、やはりね、いろんな日本の、特別な事情も加味しながら、実際に再エネ導入この可能性が7割あるというふうに最新の分析で明らかになった、それをいかに実現するかというこの政治の姿勢、構えが問われているのではないかと思うんですが、やはり欧米はですね、高い炭素価格カーボンプライシングを設定して、で同時に石炭火力発電の廃止の目標期限も決めて、で再生可能エネルギーの大量導入に動いております。特にロシアによるウクライナ侵攻以降は、エネルギー安全保障の観点から自国エネルギーである再生可能エネルギーの大量導入がより進められております。 EU では再エネの比率が LNG を追い抜いたということになっております。でこのレポートの発表に際して開催された日本におけるシンポジウムではですね、日本はエネルギーのほとんどを海外に依存しており、 100% 国産の太陽光、風力、地熱、小水力、張力などの再生可能エネルギーを大量導入することは、経済的にもエネルギー安全保障的にも他国に比べて効果が高いということを専門家は指摘しております。残念ながら今輸入に頼っているだけにですね、逆に再エネを大量導入することによってコスト面でも経済、安全保障面でもですね、非常に効果が大きいということになっておりますが、今そういうことに踏み切るべきではない、いろいろ導入できない困難を上げるよりも、やっぱ思い切ってそこに踏み込むことが、そういう効果を実際にもたらすことになるんじゃないかと、環境大臣の大きな使命だと思いますが、いかがですか。西村大臣。先日閣議決定いたしました GX 実現に向けた基本方針、ここにおきましては、例えば直ちに取り組む対応として太陽光発電、これの適地への最大限導入、また中長期的な対策といたしまして、系統の整備や出力変動への対応の加速といった内容を盛り込まれておりますけれども、こういったものを活用しながら、しっかりとした対応というのは進めていかなければならないというふうに考えております。山下委員。今大臣おっしゃったことにかかって、このレポートの分析方法の第3の特徴はですね、再エネの導入の方法について、今すぐ導入が実現できるもの、今すぐ実現可能なものと、中長期的に準備を進めて導入していくものとに分けて、時期をずらして段階的に大量導入することを前提にしているということだと思います。当面は太陽光発電と蓄電池を推進し、中長期的に洋上風力と送電線網の整備を行って、再エネによる電力確保を行うと、おっしゃるようにいろいろ準備がかかるものもありますからね。しかし今から準備もしなければならない。9ページ下にはですね、想定している導入量がどのぐらいの規模と速度になるのかということを9ページ下にこう示しております。これを見ますとですね、日本において再生可能エネルギーの新規導入が単年度で最も多かった2015年の導入量 9.7 ギガワットと比較しても、無理のないですね、導入量になっているわけです。このペースで、導入量をだんだん増やしていけばですね、7割を再エネで賄うことができると、十分達成可能なんだということなんです。10ページの上ご覧になっていただきたいんですけども、再生可能エネルギーの、再生可能エネルギー、それから蓄電、それから地域間送電網の整備などに必要な2035年までの累積設備投資額は38兆円という試算が出ております。10年余りで38兆円ですので、決して高くはないと思われます。先ほど大臣が言った政府の GX では、今後10年余りで
官民150兆円の投資が必要となっておりますから、こっちの方がはるかに安くてですね、効果大という試算にもなっているわけであります。西村大臣、こうしてですね、英知を集めれば日本の豊富な再生可能エネルギーの潜在力を実際の電力として活用することができる、そして経済的にも安全保障的にも非常に大事な効果を上げることができる、これ本当真剣に検討して進むべきじゃありませんか。西村大臣。再エネの最大限の導入、特に今委員がおっしゃったようなですね、まずは太陽光と蓄電池、そして中長期的に風力という話がございますが、こういったものをできるだけ速やかに比率を高めていきたいと思っておりますが、今留意するすべき、また考慮すべきものとしてですね、太陽光パネルの設置の適地が先ほども申し上げたように徐々に少なくなってきているということ、そしてまたその設置方法においてさまざまな地域におけるトラブルが生じているというのも事実でございます。こういったものもよく加味しながら、できるだけ委員おっしゃるようにですね、再エネの比率を上げてまいりたいというふうに考えております。山下議員。日本の再エネのポテンシャルの高さは環境省がもう何度も試算しております。電力需要の7倍賄えるんだということも言われております。それを現実化していくのが私は政治の役割、特に大臣の決意だと思うんですが、適地が少ないってね、さっきから何度も言われるんですけど、例えばですね、環境省の調査では屋根置き太陽光発電の設置可能量だけでも、これまで設置された屋根置き太陽光発電の35倍あると、非常にたくさん余力があるわけですよね。それからソーラーシェアリング、非常にこれは農業と再エネのセットで進めるというふうに非常に大事な役割を今発揮させつつあるし、広がりつつありますけれども、これも農地の 1% にも満たないということになっておりますので、導入の余地は大いにあると。だからこういう太陽光の活用を大いにですね、当面進めながら今から送電網を整備して5年後10年後に向けて洋上風力の導入を進めるのは可能だと、こういうことをね、やっぱり環境省が可能だということを示さないで、一体誰が示すんだと、難しいと言ってるだけではね、こう進みませんよ。せっかくこういうものが出たんだから、真剣に参考にするっていうんだったら、参考にしてこうやりましょうってことを出すべきじゃないですか。大臣。西村大臣。適地が減少してきているというのは事実関係として申し上げているところで、やらないということでは全くございません。事実その農地における太陽光の設置においてもですね、新たな仕組み、そしてまた屋根置きに関しましても自己負担なくやる方法、そういったものもですね、さまざま検討、そして実証化しつつあるございます。日本としてできる再エネの導入、これアメリカのようにですね、ネバダの砂漠のような広大な平地があるわけではございませんので、日本に適した形で、今ご指摘あったようなですね、屋根置きを含めたそういった形での再エネの導入、これはしっかり今も検討しつつですね、実証化に向けて進めているところでございます。山下委員。私ね、再エネ導入がね、なかなか進まない大きな要因として、やはり日本においては石炭火力発電にしがみついていると、それから原発、このレポートも原発は前提にしてるんですけど、原発が推進されているということと非常に大きな関係があると思います。もう石炭火力はこのレポートには選択肢に入ってないんですよ。2035年日本において、石炭火力ゼロということができると、そうしなければ再エネ普及しないということになってましてね。でましてやそのアンモニア混焼って今からやろうとしますけど論外だと、コスト合わないですよ。現実可能性も疑問符がついている。そこに巨額の投資をすることが果たして未来ある投資と言えるのかと、投資するんだったらこっちじゃないかということが問われている。そして原発もですね、私は地震大国で、かつ東京電力福島第一原発の大きな事故を経験した日本において原発を再稼働し、まして新増設など、これは論外だと思います。これだってどこに作るのと、それこそ適地があるのということになりかねないし、使用済み核燃料の問題、ひとたび事故が起きれば最悪の環境破壊を引き起こし、日本経済に計り知れない被害を長期にわたって与え続けると、
それは原発ですからね、やっぱりそういうリスクのない再エネに舵を切るべきだというふうに思います。で最後にそのためにね、あの資料10ページにですね、具体的な政策提言が、あ、10ページじゃないか、11ページですね、されております。これぜひ真剣に検討していただきたい。山下委員、申し合わせの時間が参りましたので、質疑をおまとめください。はい、まとめます。あの書いている通りです。再エネ発電の導入、石炭火力発電の段階的廃止の目標を設定すること、カーボンプライシング、の、をちゃんとやりなさい、これ炭素価格を上げるべきだと、今CO21 トン当たり289円ですけれども、35年までに6000円に引き上げれば、石炭火力採算が取れなくなって、99% がもう廃止されるという見込まれていると、やっぱそういう政策を導入することによって、この可能性をですね、現実のものにするべきだという提言ですけれども、これぜひ具体的に検討すべきじゃありませんか。西村大臣。もう時間も終わりましたので、もうともかく環境省といたしましては、引き続き地域と連携した上で、再エネをの最大限導入のための取り組みをしっかりと推進してまいります。終わります。はい。